私全然いいと思う。エラに打ったことがあるけど、私マジでメスなんて一切入れてないよ。めっちゃ目大きくなってるし、めっちゃフェイスライン上がってますね。でしょ。質問来てます。社長って整形についてどう思いますか？また社長は整形されてますか？整形私全然いいと思う。あ、いいんですか？うん、私はちなみにしてないんですけど、ヒアルロン酸とか注射は打ったことあるけど、もうでもそれもほんと3年前とかかな。で、ただ切ったりとか入れたりとかがちょっと怖い思いがあるっていうのと、あと断点も取れない。あ、忙しいですもんね。そう、断点も取れないからできないんで、やっぱり思うのは、今は逆にそうやっていじるよりも、まずなんかダイエットと肌をきれいにするっていう、この2点に集中した方がいいと自分的には思っている。社長が過去にやったっていう注射についてちょっとお伺いしたいなと思って。いや、あんまり痛くないねんけど。ボトックス注射、はい、私もあんま詳しくないんだけど、筋肉を動かないようにして、その筋肉の発達を止めるみたいな、ちょっと詳しくは調べてほしいんですけど、ご自身で。で、その肩のさ、ここの盛り上がりだったりとか、エラの張りにくくって言われてて、エラに打ったことがあるんやけど、1回目はすごい効いてちっちゃくなったと思ったわけよ。で、そこ4万ぐらいでやってくれてて、でそこの病院潰れて2回目8万出してやってやんか、全然効かんくて、それがもう数年前で、東京出てきた頃にやったわけよ。鼻になんか入れるとか目切るとかは怖いんだけど、もちろん願望がないわけじゃないで、気になるとこいっぱいあるし。でもなんかさ、前さ、1日休日密着でさ、ハイフやった。はいはいはい、やってはりましたね。なんかルナクリニックさんの女の子に、クマ気になりませんって言われて、確かにクマ気になってるんですよ。クマあります？クマあんねん。なんかクマってあんまり普段でいいから放置しすぎるとより悪化すんねんって、脂肪が膨らんでいって、そうなんで、ちょっとクマ取りは検討してます。整形してないって言ってますけど、目頭切開してんじゃないのって疑ってる人たちがいっぱいいるんで、目頭のアップお願いします。なんかさ、コメントめっちゃ来てたよね。いいんだけど、私マジでメスなんて一切入れてないよ。目力そう、ハイフはしたことあるけど、しかも目頭切開でもちょっとしたい。だってさ、アイラインここ書いてるから、切開したら書かないでいいのかなと思う。こんにちは、よろしくお願いします。すごい。このあたりはもう大人になってできた皮脂とかの毛穴やと思うんですけど、その辺含めてなんかこうノーファンデでもいけるぐらい綺麗な感じになりた。そうですね、ポテンツァでお薬の導入で再生医療の成分を混ぜてあげるとすごく早く変化できるかなと思います。綺麗にしたくなってきたかもしれない。初めてちゃんと美容と向き合う気になった、この事実を突きつけられて。社長、じゃじゃーん。おー、すごい。めっちゃ目大きくなってるし、めっちゃフェイスライン上がってますね。でしょ。でも違うよね、なんかさ、ここがスッキリしてない？スッキリしてます、すごい。やんな。ちょっと今打ったばっかりで少し赤っぽさはあるかもしれない。もともとのこのニキビ跡のところはちょっと赤いけど、ここスッキリしたよね、すごい。だと目がめっちゃ軽い。で、最初ハイフの 4. 点何ミリをやって、深いからめっちゃ痛いって言われててんけど、確かに痛みはあるけど全然我慢できる痛さ。それやって、その次に3ミリっていうのをやってんけど、ちょっと厚さがあるぐらいで全然痛みはなかったです。で、なんかその後ちょっと浸透させるっていう3000円のバッグしてくれた。しかも2ヶ月後が、1ヶ月から2ヶ月後がさらにこうなるらしいよ、上がるらしい。それで3ヶ月に1回ぐらい通ったらいいねって。めっちゃ情報引き出してるやろ。